スクールガールゾンビハンター。さゆり、よかった、戻ってきてくれて。リサ、なんかあったの？えなみさんとマヤヤちゃんは？それがね、救援物資を取りに行くと言って出て行った上条さんを追って、姫路さんも出て行ったと。それのどこが大変なんですの？マヤヤが上条先輩は何か無茶をしようとしてるって。無茶、わかった、行こう。行くって？どこに行きますのよ。二人の後を追いかけるんだよ。ま、聞くまでもありませんでしたわね。さあ、行きましょう。は、はい。あった、コンテナだ。と、その前にゾンビちゃんたちがたくさんいますわね。さて、ゾンビどもを蹴散らしてコンテナへ向かいましょう。行きますわよ。うん。あ、はい。なんか二人仲良くなってる気が。さあ、戦いますわよ。これでよしですわ。これでよしですわ。私だって
戦える。これでよし、これでよし、これでよし。ですが、そこだ。これでよし。ですが、拾っておきましょう。これでよし。ですが、これでよし。これでよし。ですが、これだ。これでよし。これでよし。ですが、これでよし。逃がしませんわ。これでよし。これでよし。ですが、これでよし。ですわ。これでよし。ですわ。拾っておきましょう。これでよし。これでよし。ですわ。10体ですわ。いただきますわね。これでよし。ですわ。これでよし。ですわ。背に腹は体のボケる。ダメ、空っぽだ。上条さんは一体何を考えているのかしら。ちょっと待って、コンテナの隅、なんか紙が落ちてる。メモみたい。爆弾、爆弾って爆弾？しかもこれマユヤちゃんの字だよ。爆弾なんてまた。ああ、なるほど。上条さんたら、ずいぶん派手に出ますわね。どういう意味？マヤヤさんの無茶をするという言葉を信じるなら、まさか、自爆？とまではいかなくても、敵拠点への特攻、ですわね。そんな、まあ、上条さんらしいといえばらしいですわね。これは危険だから人には任せられない、自分でなければ失敗するかもしれないとか考えてるんですのよ、きっとね。どうする、さゆり。決まってるでしょ、追いかけるだと思いましたわ。いいですわよ、私も付き合いますわ。レイちゃん、ありがとう。さゆり、私も行くよ。うん、リサも一緒に行こう。エナミさんを一人で行かせちゃダメだ。あら、新しい衣装ですわ。